おはよう、ジャンポーン。お茶は寝る。ジャン君、ジャン君おいで。はい、少し遊びませんか。遊びませんか。はい、パパは今日はちょっと仕事をね、最後の締めくくりの仕事をしなくちゃいけないので今しか遊べないよ。あとはもう仕事に行きます、やりますよ。ポンちゃんは寝るのね。わかりました。じゃあゆっくり寝てください。ジャン君も寝れば。はい、ジャン君、ジャン君、ジャン君、結構呼ばれてるよ。なんか外ばっか見てるんですけど。ジャン君、結構お空を見た方がいいよ。空今日綺麗だよ。いい天気になったね、ジャン君。来てくれたなっていうか降りてきたの。今日は上にいたのね、ぽんちゃん。ご飯も食べたのね。美味しかった。美味しかったのね。ピュアチュールも食べたし、カリカリもなんか食べに行ってたし、ね。ありがとう。ぽんちゃん。いっぱいだね、ぽんちゃん。今エアコンの効いている部屋でも 27.5 度、湿度43。そして、実は今しがたポンちゃんが出してっていうので、こちらのエアコンなし部屋に、うついね、こっち、はい、ポンちゃんはやってきました。じゃあこっちで
どんなもんか見てみますか。どんだけ置いとくと正しく変わるのかな。今ちょっと下がったの。おや？変わんないのかな。これなんか押せばいいの。からあ、これ日付か。あれ、下がってる。え、こっちの方が涼しいの。そんなバカな。体感は10度ぐらい違う感じがするけど。あ、増えた。機械だからね。少し上がってきたね。はい、また上がった。ポンちゃん、多分ね、こっちは30度ぐらいあると思うよ。10度っていうのは嘘なんだけど、今日は31度まで上がるっていう話だったので、今もう時間的には夕方になってるんでね、30度ぐらいいってんじゃないの、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。はい、このペースで上がっていくとぐんぐん上がるね。じゃあまた後で見に来るけど、あんまり暑かったらおいでね、こっちにね。ジュン君はエアコンの部屋の方が好きなのね。こっちにいたら楽なんだよね。はい、後でポンちゃんをまた見に行くから、どのぐらい経ったら行ってみたらいいかな。30分ぐらいしてから行ってみましょうか。はい、ポンちゃん、どうですか。うわ、 32.3 度だよ。ポンちゃん、ポンちゃん、そこそこでこっち来た方がいいと思うな。あら、ピント合わないしね。はい、じゃん、今ね、なんていうの、除湿用の機械が動いてるんですよ。そうすると普段よりも、通常の1度ぐらいちょっと温度が上がるのね。わかる？ピント外れるね。はい。ですんでこんな温度になっちゃってますが。止めようか、一回。で、窓開けようか。ね。そうしようか。ちょっとじゃあ、ここに置いとこう。涼しくないかな。はい、一応風は通したからね、1度2度ぐらいは触るかもしれないけど、調子悪くなったらすぐ来るんだよ。じゃあね、あ、これはもういいや。
はい。ジャン君心配してきましたね。はい、ポンちゃんおかえり。はい、おい、ママさんが迎えに行ったら帰ってきたのね。うん、迎えに行かなくて帰ってきたよ。そう。うん。向こうどうした？窓は？窓そのまま開けてあるけど、なんかどっちでもちょっとちゃくちゃく泣いてるから、どうしたのポンちゃんって言ってたらね、うん、こっちに帰ってきた。やっぱ暑かったんじゃないの、あんた。いやーって言いながらね。気持ちよさそうですよ。うちの部屋は涼しくていいね、ポンちゃん。ポンちゃん、お背中つやつや。うん、そうだね。ジャン君は動画の自分の泣き声に驚いて出てきました。寝てたのに。はい、そしてポンちゃんもついてきました。寝てたのに。誰だろうね、あんなに泣いてるのはね。誰かね。自分だって分かってるのかね。寝に入りそうです。おやすみね、ジャン君。カメラがちょっと遅れましたが、今ジャン君とポンちゃんはここで暴れていました。暴れていたのにもう落ち着いています。終わったのね。ポンちゃん、終わりですか？はい、ジャン君。ジャン君は足の間に挟まってます。ジャン君、なんかちょっと可愛い感じになってるよ。ジャン君、うん、そこはちょっとジョリジョリしてくすったいな。甘えん坊のジャン君でした。はい、ありがとう。